潮見チーは立ち入り禁止みたいな。これは多分車進入禁止の意味でしょう。そうか、立ち入り禁止ですね。こんなとこに廃墟が。進んでいきましょう。こんなとこに家があると。で、こっち側はね、左側は私有地なんで立ち入り禁止って書いてます。基本的に山ってのは別に自由に入っていいらしくて、なんかそういう法律があって、でもなんかそういう縄とかそういうのあったら入れないっていうか、よく山菜とかキノコ狩りで赤い線を引いてあったりとか、するんですけども、基本的にはまあ登山とか、まあ、その山散策とか、まあ、山菜採りとかあるとは思うんですけど、まあ、縄をしてあったり立ち入り禁止とか書いてあったらダメっていうことを聞きました。で、今回は普通に歩いていこうかなと思います。おそらくね、昔ここを来た記憶がありますね。ちっちゃい時に遠足みたいなので、
不法投棄されたのか、この上に何かあるのか。開けた場所に着きました。何でしょうか。あともうちょっとだと思います。やってきました。ちょうど到着いたしました。見晴らしはこんな感じです。ちょっと松の木が邪魔ですけど、倉敷のね町が見えます。で、岡山市の一部も見えるのかな。この辺ではまあ結構高い山の一つだとは思うんですけども、倉敷駅前が見えたりで、向こうは、水島の一部かなと玉島ですね。ここに中国電力の大きな鉄塔があります。でその先にも道がね続いてるんですけども、戦場岩。お、なるほど。わ、これは綺麗だ。綺麗な倉敷の街が望むことができます。これはどの辺だろうな。イオン倉敷が、見えますね、あの真正面に。寒いね。
見れば、水島コンビナートかな、その一部がちょっと煙突出して見えるのが分かります。結構広いですね。僕が昔来た時は渡船に乗ってここに来たっていう感じでしたね。まあ向こうにも橋があるんですけど、かなり大回りになるのと、まあこの辺に住んでる人のためになんか渡船ができたみたい、あったみたいな、そういう歴史がありました。はい、ぜひ興味ある方は訪れてみてください。まあ軽い登山ですね。だいたい20分以内には到着できます。はい、ありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。